フロン類。フロン類は、炭素と水素のほか、フッ素や、塩素や周素などハロゲンを多く含む化合物の総称。場合によって刺す物質の範囲は異なる。冷媒や溶剤として20世紀中盤に大量に使用されたが、オゾン層破壊の原因物質並びに、温室効果ガスであることが明らかとなり、今日では、モントリオール議定書を はじめ様々な国際協定、法律にって、先進国を中心に使用には、大幅な政権がかけられている。フロンという呼び方は、日本で付けられた俗称である。日本以外では、デュポン社の商品名であり、商標のフレオン、フレオンで呼ばれることが多い。競技のフロンは、炭素、フッ素、塩素の実からなるクロロフルオロカーボン、CFC を指すが、 塩素を含まないフルオロカーボン FC や水素を含むハイドロクロロフルオロカーボン HCFC 及びハイドロフルオロカーボン HFC 中素を含むハロンも含める場合がある。オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に掲載された一連の物質を指してフロン類という言葉が使用される場合もある。具体的な物質についてはオゾン破壊係数を参照。 フロン類は ISO817 で定められた霊媒番号が付されている。霊媒番号は一般にリフリジランと霊媒の頭文字 R で始まり、R の次に2から4桁の数字と A 添え字で表される。霊媒の種類が具体的に知られている場合であれば、R の代わりにその物質の名称を付してから霊媒番号を表記する。例えば、 霊媒番号 R12 の字、クロロジフルオロメタン CCLF は CFC-12、霊媒番号 R115 のクロロペンタフルオロエタン CFCL は CFC-115 となる。特定フロントは、モントリオール議定書で、特にオゾン層破壊に影響が強いとされたフロン類を指す。当初は CFC-11、CFC-12、 CFC-113、CFC-114、CFC-115 の5種類であったが、1992年に15種類に増やされた。フロン類は、はじめ家庭用冷蔵庫の冷媒として開発が進められた。当時の冷蔵庫にはアンモニアが冷媒として使用されていたが、もっと扱いやすい代替品が求められていた。年代、 米国の冷蔵庫メーカーフリッシレール社の親会社であったゼネラルモーターズ社 GM は参加のゼネラルモーターズリサーチコーポレーションのチャールズ・ケタリングやトス・ミジリーラにアンモニアの代替となる化学物質の研究を命じた1928年 GM はフロン12の開発に成功し特許を取得1930年から GM はデュポンと共同で キネティック・ケミカル・カンパニー、キネティック・ケミカル・カンパニーを設立し、フレオンという商標で生産を開始した。フロンは科学的、熱的に極めて安定であるため、開発当時は夢の科学物質としてもてはやされた。1970年代にオゾン層破壊が問題化すると、フロン類はその原因物質とされ、1985年の オゾン層の保護のためのウィーン条約や1987年のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書にに製造及び輸入の禁止が決定された。これにより CFC の代わりとしてオゾン層を破壊しにくい HCFC や HFC が代替フロンとして利用され始めた。1990年代には CFC のほか代替フロンの HCFC や HFC も温室効果ガスとして問題になり、地球温暖化を悪化させないように、1997年の京都議定書により規制が行われつつある。日本においては、ウィーン条約やモントリオール議定書を受け1988年に、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律が制定され、1996年までに、 CFC を含む特定フロンが全廃されている。また、これまで使用されてきたフロン類の回収、破壊のために、フロン回収破壊法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法などの法律が制定され、フロン類の含まれる製品の廃棄時における適正な、収む及び破壊処理の実施等が義務付けられている。しかし、モントリオール議定書では開発途上国での使用はまだ、認められており、 問題となっている。なお、臭素を含むものはハロンと呼ばれ消化剤などとして用いられていたが、クロロフルオロカーボンよりもオゾン層破壊能力が強い、ため、こちらも現在では規制対象になっている。フロン類の構造は多様であり、種類によって物理的性質は異なる。一般に無色、無臭で、熱的、化学的に安定。 大気中に放出された CFC は、紫外線によって分解し、塩素ラジカルが発生する。塩素ラジカルは、オゾンと反応し、酸素分子と一酸化塩素ラジカルになる。この時発生した一酸化塩素ラジカルは再度オゾンと反応し、塩素ラジカルへと戻る。このサイクルが繰り返されることにより、オゾン層が破壊される。ただし、理論上そうなるということであり、 大気圏中における実際の作用は不明であり、オゾンホールとの因果関係は予測の域を超えていない。最初に合成されたフロン12はフロン類の中では比較的毒性が低いが、中にはトリクロロエチレイやクロロホルムより毒性の強いものも存在する。大量に使用する環境では肝障害の発生報告例がある。霊媒、溶剤、発泡剤。 消火剤、エアゾール噴霧剤などとして使用される。有機合成に使われる場合は、ハロゲンカールキル、またはハロアルカンと呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。